避難の両辺の運転できます。こんにちは。今日は岐阜県郡上市の昼ヶ野高原に来てます。もう鳥とセミの鳴き声しか聞こえません。とっても静かなところで、空気のいいところで、人もいないので、久しぶりにマスクを外して外を歩いています。皆さんも自然のいっぱいのところでマスクを外して大きく深呼吸をする機会もそろそろ必要だと思います。ではまた、いい写真を撮ってきます。バイチャ。もちろん人んちの庭なんですけど、綺麗な紫陽花が咲いてるの見えますか？今日は2020年7月19日日曜日、昼ヶ野高原では今紫陽花が真っ盛りです。気持ちいい。